はい、それでは今日も動画を撮っていきたいと思います。一日一冊読書家のマルスです。で、このチャンネルでは普段私が一日一冊本をご紹介しています。 でこれまでに400冊以上の本をご紹介しているんですけれども、まあ、あのジャンルとしてはビジネス書とか心理学についてが多いですでその他のジャンルについても、まあ、比較的ばらつきながらあのいろいろ読んでますのでもしよろしければチャンネルページから、えー、再生リストの方をご覧いただければと思いますでまたこの動画の、えー、説明欄にもリンクが貼ってますのでよければお使いくださいで今日はですね、あの本のレビューではなくて少し、えーまあ、フリートーク的な内容で、えー、動画を撮っていこうと思います で理由は明確にありまして、えっと、数日前にですねフリートークの第1弾として、えー、まあ本の買い方私なりの本の買い方についての説明っていう動画を上げました。 であの他の動画と比べてです、ね、あの皆様に視聴いただく回数というのがその動画が多くて、まあ、ちょっとあのどういう理由であのたくさん見ていただいているかというところまではまだあのしっかり見ていないんですけれどもあの比較的見ていただいている回数が多いとで評価の件数もまあ少し多いので、えー、もしかするとです、ねまあ、単純に本のご紹介をしていくというよりは えー、まあ、本を読むに至った、まあ、私の考え方であったりとか、まあ、本をどのようにしてこうモチベーションを保ちながら毎日読んでいるかとか何かそういう内容をお話ししてシェアした方がもしかしたらあの皆様に興味を持って見ていただけるんじゃないかなと思って、えー、まあ あの考えを少し変えていますでえっ、ー、とまあ具体的にどういうことを考えているかというとこれから少しですねあのこれまで読んだ本を単純に1日1冊でレビューするだけではなくて、えー、まあある一定の期間ですねだいたいまあ1ヶ月ぐらいかなと思ってるんですけどまあその期間内に読んだ本っていうのをまあ、ランキング形式で紹介したりとか、えー、まああのこういったフリートークなんかを少し増やしていこうかなと思ってますでそのランキングについてはですねあのずいぶん前になるんですけれどもあの見ていただいている方からそのラン ランキング形式で紹介していただけるとあの参考になりますというコメントをいただいてましたのでぜひやろうと思ってますでまああの最初にも言いましたけれどもこれまで400冊ぐらい紹介してますので、えー、まあその400冊の中からまあ、20か30動画ごとに区切ってですねえっ、ー、とまあこの期間に読んだまあ、あの期間に関してはまあ、本って別に生物じゃないのでまあ、どうでもいいかなと思うんですけれどもまあだいたい230動画、えー、230冊ぐらいですね。 それぐらいのペースで、えー、ランキンキグ動画をまあとフリートークの内容についてはあのさっきも言ったような内容で考えてるんですけれどもあの自分なりにもう少し何で本を読んでるのかとか、まあ、そういったところをです、ね、あの皆様人様にご説明できるような形で少し整理をしてから、えー、動画を撮っていこうかなということを考えてます。 であの他にもですねあのまあ、一部少しコメントをいただいているのがまあ,あの動画に、えー、とテロップをつけてくださいというような声もいただいてましたでこれについてはですねずーっと頭にあるんですけれども、えー、とちょっとまだ今私の編集環境とかですねあのま一、あ、日一冊本を読みながらその編集をしていくという作業負荷に耐えられる環境にないのであのまあ、ここ半年ぐらいですかね半年か数ヶ月以内にはやっていこうかなというふうに思っていますのであの、まあ ちょっと気長にお待ちいただければいいかなというふうに思っています。 でああのまもともとこのチャンネルというか、まあ、こうやって動画を配信しているモチベーションっていうのはあの自分の中で一日一冊本を読み続けていくとまあ、この動画撮影およびアップロード自体がですねあの私の強いモチベーションになってるんですけれども、えー、まああのそこはおろそかにしない形で、えー、皆様に何か楽しんでいただけるようなコンテンツが作れれば、まあ、一番いいんじゃないかなと思ってますので、まあ、今後は少しそういった活動というか、えー、まあアクションについても力を入れていきたいなというふうに思います。はい えと今日は以上ですちょっとあの本の紹介を期待されていた方には申し訳ないんですけれどもあの今後もぜひあのご覧いただければ嬉しいなと思いますあのいい時に見ていただければいいと思ってますのでぜひよろしくお願いしますで初めて見ていただいた方はあのぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をいただけますと励みになりますのでよろしくお願いします、まあ、コツコツこれからも、まあ、継続は力なりで頑張っていこうと思ってますはいそれでは失礼します